いいね、キュンとしたよ。ティファの知り合いでしょ。好奇心むき出しで聞くけど、どんな知り合い？あ、クラウド！また無視した。うん、魔鋼はこの星の血だ。俺たちの体を流れる真っ赤な血と同じってことは、このまま吸い続けたらどうなるよ。うるさくても我慢してね。うかつ、足が挟まって。サンキュー。立てるか。助けてもらおうと思ってわざと転んでみたの。迫真の演技だったな。トントン。これソルジャーならわかるよね。回復マテリア、当然だ。あげる。助けてもらったお礼。仕事のうちだ。礼はいらない。いいからいいから。おかげで今私はここにいる。生き延びるのは運がいいやつか強いやつだ。あんたがどっちかは知らないけど。しみる。大丈夫？ああ。お花、どうぞ。花？うん。お礼、追い払って助けてくれた。何の話だ？じゃあ、出会いを記念して。面倒だな。聞こえてますけど。あ、追い払おうとしてる。しかも、ゴギルで。そうはいきませんからね。え？あ、怖いお兄さん、脅しに来るとか警戒してる？ないない、そういう心配しなくていいから。余裕。知ってることばかりだろうけど、儀式だと思って聞いて。何度も言ったはずだ。俺は否定ばかりじゃいい男が台無し。え？意外だな。クラウドこんなことするんだ。あ、そうだ、ご飯食べる？あのね、クラウド、ちょっと外で話そう。助かる。じゃあ明日お店でね。今日はいろいろありがとう。おやすみなさい。おはよう。ああ、マリンが眠ってるの。静かにね。うん、揉め事がないなら俺の出番はない。踏み倒す気満々の人もいるんだね。ああ、お守り代わり。店の常連さんなの。買い物をするとおまけしてくれるよ。俺にはどうだろう。もう少し愛想よくする。アバランチの大事な協力者だから愛想よくね。仕事だ。顔集金係を頼んだの。こんな愛想なしだもの。戦うことくらいしか取り柄がないんだろ。そんなことは。顔最善を尽くす。クラウドには実績が必要なの。いい評判、いいご縁、それを自警団で作れないかなと思って。もってこいの話があるっす。ウェッジがいればすぐにスラムに知れ渡るよ。クラウド、一緒に行くね。一人で十分だ。でも道知らないでしょ。頼む。任せて。スラムで一番のガイドよ。ちゃんと倒したよ。見渡す限り根こそぎ。あ、クラウド？なんでもない。村を出てからのこと聞きたいな。退屈な話だ。それでも聞きたい。まだ時間あるし、仕事探しがてらどう？
俺も行くっす。ウェッジはダメだ。ええー、二人とも行った行った。また今度ね。ひどいっす。強力な助っ人を紹介したくて。なんでも屋のクラウドです。できた。聞かせて。村を出てからのこと。そうだ、再会のお祝いしよう。うんとおしゃれして。おしゃれ。私だってするときはするよ。服あるのか。ないけど用意するの。どういうのがいいかな。時間もったいなくて。マーレさんには内緒。でも労働の後はお楽しみ。スラムの天国セブンスヘブンで癒しのカクテルをいかがですか。ティファ、私もちょっと疲れちゃった。ほんとごめん。もう少しだけ待ってて。お詫びに。どうぞ座って。何にしましょう。きついのくれないか。どう？好きって言ってくれるお客さん多いんだ。人気なわけだ。お客様、さすがお目が高い。続きましては、当店名物コスモキャニオンでございます。綺麗だ。行かなきゃ。ごゆっくり。ニュース見た？マコーロの爆発は市民の敵、アバランチの仕業だってガンガン流れてるの。ゾクゾクするよね。顔バレしてないからここは安全だろうけど、いろいろ急がなくちゃ。ねえ、次も一緒なんでしょ？報酬次第だな。じゃあ決まり、私が押すから。でもな、かなりピンチ。おかえり。遅かったね。なんつって。それにしたってどうして上へ行くってわかるの。何、私起きたまま寝言言った。両親の顔見ておきたいだろうなって思ったっす。図星だろ。いてててて。じゃあみんなで行くか。親不孝の痛みを分け合おう。おみんな、新しい ID は持ったね。へい、アネゴ。行くぜ、野郎ども。よっしゃ、飛ばせ。了解っす。ゴーカー。何の話だ。運転勝手に採点するな。ご褒美欲しい。いらない。やっぱり黙った。私いい先生でしょう。ま
定まる。お待たせ。何？話があるって。あのね、クラウドが有名になって、その時私が困ってたらクラウド助けに来てね。はあ？ピンチの時にヒーローが助けてくれるの、一度くらいは経験したいじゃない？はあ？約束しなさい。お疲れ。こっちこっち。うわ、ぶよぶよ。屈辱っす。当たってないよこれ。弾が至近距離を通ってパンツが焼けたんだね。だからこれ、やけど。しかも軽い。うん。腹ペコっす。あ、いい顔。行くぞ。帰るんだろ。もちろん。多分ここに。あった。パパから聞いた時は半信半疑だったけど、本当にあってよかった。パラシュートか。うん。半信半疑にかけたんすか？5割ならかけるでしょ普通。楽しみ。よし、飛ぶぞ。ワクワク。クラウド、ウェッジを送ってやってくれ。ああ。あ、忘れるところだった。あ、ねえ。あ、危ねえだろ。何考えてんだ。ちょっと何すんのよ。こっちのセリフだ。残りの報酬、下に戻ったらうちまで来て。今あいつのおかげだな。うん、一緒なら何でもやれそう。クラウド、そろそろ来る気がしたんだ。じゃあ、はい、これ。ご苦労様、何でも屋さん。それから特別なご褒美。あ、分かったから離れてくれ。じゃあ、明日の夜来て。同居人たち、みんな留守らしいから。じゃあってどういう意味だ。とにかく離れてくれ。離れたら来る？明日の夜。分かった。考えておく。やったー！じゃあとっておきのピザ焼いてあげる。具はマルケ、ルーセ、クロミリオンに赤シリ。どう？全部知らない。なんてキュートなの。いいぞ、私に任せなさい。おやすみ。なんつって。あの頃に想像していたピンチってこんなんじゃなかったな。話したいなら聞くぞ。あれ、なんか雰囲気変わった？俺か？柔らかくなったような変化。ううん、いい感じ。これならマリンも怖がらないと思う。うん。帰ってきたって分かったらほっとしちゃった。はあ、すごい睡魔。いろいろ話したいけど今夜はもう眠った方がいいみたい。ああ、おやすみなさい。たく、マコーロってのは。大丈夫か？平気って言いたいところだけど。ほんと嫌になる。クラウドに迷惑かけっぱなし。気にするな。
あ、どうしたんすかその足。大丈夫っすか。騒ぎすぎ。全然平気。でもしばらくは安静にした方が。ダメ。無理すんな。ジェシーは留守番だ。え、作戦はどうするの。ビックスはもう潜入しちゃってる。今さら中止にはできないでしょ。あ、俺が頑張りゃいい。余計心配。私の分までかき回して。そう言わずに。私は大丈夫だから。離れろ。え、何？ダメ？悔しい。いや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 、そうはいくかよ。うん、マリンにただいまって言おう。もちろんクラウドも一緒にね。スマイルを忘れるな。全部大嫌い。もうすぐ爆発するぞ。これで終わりみたいな言い方をするな。クラウド！大丈夫かな。よかった。目、覚めた？あんたは？エアリス。名前、エアリス。私も持ってるんだ。マテリアなんて珍しくもなんともない。でも、私のは特別。だって、何の役にも立たないの。使い方を知らないだけだろ。そうかもね。やったー。それじゃあ、ボディーガードも仕事のうちでしょね。何でも屋さん。私の勘当たるの。ボディーガードお願い。デート1回。え、飛べるか。もちろん。頼もしい。あんたといると退屈しない。褒められてる？皮肉だ。早く慣れてね。お待たせ。はい、これ。え、はい。うじゃあ出発。はあ、しっかりクラウド、しっかり。そんな風には見えない。諦めるようには。それはね、今日は頑張ってるもん。ああ、何かあったのか。うん、お疲れ様。あ、あれ、これは偶然ですな。どういうつもりだ。待ち伏せ。どうして。もっと一緒にいたいから。
道案内を頼む。喜んで。クラウド寄ってみたい？興味ないね。よかった。七番街への近道はこっちなの。普通はウォールマーケット通っていくんだけど、私のおすすめはこっち。やったね。ああ。あれ？うん。よし。この調子で頑張ろう。するかな。また腕の見せ所だね。うまくいったね。ああだな。うん。あ、おう。ん？クラウド、今まだかな。へへ。ねえ、少し座って話さない？いや、そんな時間は。クラウド、こっち。早く。ほう。綺麗。え？瞳。大丈夫。実はもっと安全な近道があったりして。はいよ。ティファ。クラウド、よかった、無事だったんだ。どうなってる？事情は後で説明するね。私の蹴り見たでしょ？わかった。はいよ、よ。ダメ、ティファが最優先。ティファはそのあたりの男よりずっと強い。ボルネオは蛇みたいな男。どんなに強い女の子でもじわじわと締め付けて心をポキンと折っちゃうの。行こう。やめておこう。なんだ、すまんねえな。はい、表。え？ん？やっぱりな、裏も表もない。ずるい。ウォールマーケットへようこそ、というわけか。負けないから。おいおい、デートのついでかよ。姉ちゃん、しっかりサービスしてくれよ。なんか燃えてきた。ヘルハウスの入場です。ケーキみたいな子を好むから、もしかしたらたまにはビスケットが欲しくなるんじゃないかって。なんかバカにされてる？まあそんなことはない。あ、クラウド気に入った？ああ。
けろ。どうぞ。お待たせ。エアリスなのか。うん、コルネオはこういうのが好きなんだって。なんかあちこち盛られて不愉快。そうか。クラウド、すまない。から選ばれないとこの計画も失敗。それなら心配ないよ。残りの二人って私たちだもんね。ああ。ほら、三人が仲間なら問題ないでしょ。それはそうだけど、ティファと私とクラウド、誰が選ばれても安心。でもエアリス、あなたを巻き込むわけにはいかない。そういう遠慮はおそらく無駄だ。クラウド、私のこと分かってきた。どうでしょう。ダメ？どう？もしかして気に入った？あ、どっかでやったか？どのおなごにしようかな。ほひほひ、お前にしようかな。それともお前かな。それならいつでも。ティファどう？うん、4人か。うん、急いでクラウドを迎えに行こう。オリジョロ。あうら、何しやがる。エアリス捨てて。くるやろ。待て。エアリスやる。ティファの方がすごい。しらばっくれても無駄。もう一度聞くね。手下に一体何を探らせてたの？言わないと。切り落とすぞ。言いなさい。言わないとねじり切っちゃおうか。言った方がいいんじゃないかな。言わないとすりつぶすよ。どういうこと？わかんねえか？もう最低。コルネオが勝ってるのかもな。
餌は。コーヒー。あいつならやりそう。でも、もし本当だったら。え？ここ。この大きな水路知ってる。向こう側は7番街だよ。6番街との境目か。もし本当でもギリギリで中止になる。そうなる。エリス！止め！上で買い物どう？例えば雰囲気のある小物や食器を探すの。ティファと？よければ。絶対行く。クラウドは荷物持ち。いっぱい持たせちゃう。俺がどうかしたか？なんでもない。離さないでね。一気にあげるよ。せーの、それ。見逃してはくれないね。私たち美味しくないよ。先に行け、エアリス。ティファも行け。でもこれ一人じゃ。誰に言ってる。早くね。これって、行ってみよう。え？でも大丈夫。凄腕のボディーガードいるからね。お化けは専門外だ。そんなこと言わないで。なんとかして。分かったから離れてくれ。ねえ、ちょっとお話しよ。セブンスヘブンってお店があるの。そこでマリンが待ってるでしょ。任せて、必ず助ける。え、マリンは任せて。町のみんなは任せてください。マリンだよね。誰？私はティファのお友達。心配しないで、マリン。
たいんだけど。クラウド！ティファ！お待たせ。無茶だ。お互い様、このまま走ろう。腕によりをかけた私の新作、たまんないでしょ。狙った獲物は必ず落とすの。ジュシー、最後と決まったわけじゃない。うん、いいんだ。私の爆弾、大勢殺したからね。償わなくちゃ。また助けられちゃった。何度でも助けるさ。無事なのか？この通り。私、子供の頃神羅にいたの。うん、エルミナから聞いた。そっか。
だからね、昔住んでた家に帰ってきたみたい。居心地悪くないよ。ここよりいいのか。それは意地悪。エルミナも心配している。もクラウドも一緒にいられて楽しかった。でもね、好きにならないで。もしそうなっても気のせいだよ。ずいぶん一方的だな。もう朝、行かなくちゃ。迎えに行く。悔しいけど嬉しい。お店も家も全部またなくなっちゃった。もしまた怪しい奴がいたらすりつぶすよ。ティバ、バレット、もう一息。こっからだな。私がやってみる。この中なら私が一番身軽でしょ。二人は見張りをお願い。ティファ、おーおーおーおお大丈夫か。びっくりした。ちょっと待ってね。北条博士の研究施設65階だね。我々の生活は格段に豊かになりました。母親に会いたくはないか。と言っても顕微鏡越しだがね。隅々まで調べさせてもらったよ。大丈夫？ああ。だって今来てくれたんだ。ああ。エアリス、ティファ。大丈夫。一緒に考えよう。やったね。ナイス。あっ。
する。開けてあげよっか。なんだ。お待たせ。バレット、怪我は？しないぞ、ヒーローなのに。めちゃくちゃしやがって。なんだ貴様らは、どういう組み合わせだ。アバランチ、スラムの花売り、実験サンプル。